お疲れちゃんです、ラットです。今日ですね、こちらゴリゴリねやっていきたいと思います。で、今日なんですけども、昨日の動画ね見てくれた人はね、もしかしたらわかるかもしれないんですけど、あのなんか昨日ゴリゴリね使われたんですよ。で、このゴレナイのダッシュのスキルをゴレの後ろで使われると、めちゃくちゃゴレが押されて、だからめっちゃ速いゴレが来たんですよね。そう、ゴレナイでゴレナイのダッシュ使うと高速のちょっと速いゴレがね来て、ちょっと対応がね難しかったので、今日ちょっとねゴレナイでゴレ押しまくって戦おうっていうね、ちょっとセコめなね、ずる賢いね戦術でやっていきたいと思います。さあ、よろしくお願いします。で、まあコストちょっと12コスト使うんで、あんまそのすぐはできないんですけど。いやでもね、マジゴレめっちゃ早かったんだよね。ゴレナイが押して、そう、すげえ後ろから押して、結構ねダッシュゴレを召喚させることができたので、ちょっとそれをやっていきたいんですけど、クララってね結構そういう、なんだろうな、足速いユニット、遅いユニットがあるから、遅いユニットを、の後ろにね速いユニット出して走らせるみたいなことが結構あるんですよ。だから他の戦術で言うと、あとバルーンとかだね。バルーンの後ろにスケバレをつけてあげて、まあ、スケバレバルーンみたいなことができたりだとか、まあ、あとはね、なんだろう、まあ、よくあるのが、ムートの後ろにギャングをつけて、もうムートギャングですね。そうそうそう、ムートがめっちゃ速くなるの。これ鬼強して、もうケツゴレします。あ、ゴレないからゴレでもいいか。そうそう、なんかいろいろね、なんかできることがあるんですよね。さあ、ゴレないからのでいきたいと思います。ゴレ出して、しかもこれ迫撃を相手ないんで、これで走らせるんですよ。いくよ。さあ、ゴレが、ほら、早いの早いの、これ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 、ほら、やばくない？で、ゴレがね、タワーまでたどり着くのが早くなるっていう。いやー、しかも相手のユニット全部ぐらい、さよならできそう。いや、もうすごいことになってる。これで、一旦タワー落ちました。よしよしよし。ゴレを、ただただ相手のタワーにね、早く届けられるよっていう。まあなんか、相手が施設とか持ってると、あんま意味ないかもしれないんですけど、まあ別に弱い戦術じゃないっていう、なんかたまに刺さればちょっと強そうだね、あのこすい技をね思いつきました。まあされたんでね、そうパクっただけなんですけど、よいしょ。あー、ちょっとめんどくさいっすね、吹き矢が範囲で。さよなら。おい、さあ、なんでまあ迫撃がいないターンとか施設ないターンとかでね、あの今みたいなことができるとちょいやつではありそうだよね。うん、やっぱゴレってさ、タワーまで届いてしまえばさ、結構なダメージ稼いでくれるじゃん。爆破ダメージとかもありますし。よいしょ。いや、これは押す必要があるのかどうか論がね、出る。一旦押さなくてもいい。さっきは押す必要があった気がしたんだけど、今は押さなくてもいい気がしたな。さ、とりあえず、形組んで。よいしょ。まあまあ、なんか押した方がいい場面と、押さなくてもいい場面が多分ね、あると思うんでね。よいしょ。さあ、もう一回これくらいね。お、かわり！ああ、うまい対応ですね。で、コウモリが来ますね、これ。いや、うまいな。よいしょ。いやー、そこどうにか、ゴルナイで走って全処理します。いやー、あれ？ナイス？まあまあまあ、これは相性がいいのか、ゴルナイが強いのか、まあ、よくわかんないんですけど。まあ、勝ってたのと、ゴルナイダッシュ、しょっぱなからちょっと成功できたのは熱いですね。っていう戦術を、ちょっとやっていきます。まあ、なんかどうなんだろうな。めっちゃ強いほどではないかもしれない。もしかしたら。なんか、ムートギャングとかさ、なんか他のそういうね、遅いユニットを押すと結構ね、ダメージ入るんですよ。で、ゴレの場合はな、どうなんだろうな。まあ、ゴレがある程度、入ってはくれるんで、ダメージ。まあ、弱くはないよね。使えて損はないけど、めっちゃ強いかって言われると、まあまあぐらいだよね。さあ、というわけで今回は、ロイホグのアチャクエイ。まあ、流行りのクエイクデリバリー、クエイ、ん？ゴボウリとかのやつかな？高回転のやつだと思います。まあ、これも、どうだろう？押せればいいか。押せれば押したいけど、まあまあまあ、一旦ね。ゴルナイからのこのゴレいいな。で、ゴルナイのスキル使う。これめっちゃずるくない？もう一回できるよ。ゴルナイからのゴレで、あ、でも押そうと思ったらさ、このスケとかでさ、邪魔されちゃうんだね。さては、気づいた。押したくても押せないみたいなとこある。さあ、走らせたいね。ただただ今普通のゴレゴルナイになってるんでね。おい、おい。
いや、やばこいつ。マジで壊れだよな、普通に。ただただゴルナイが殴ってるな。なんか走らせそうだったら走らせたいんだけど、スケとかいるとさ、なんかもうスケに突進してさ、走るのやめちゃうからね。だからそれもいい、走らせたい時に走らせられるじゃないですか、ゴルナイって。それもそれでいいのかな。さあ俺クエイク打たれる。うん、いやー、これからのゴルナイつけてもいい気がするんだけどな。行っちゃいましょう。逆サイ来たらタルキューをしたいけど、そんなコストもないので、もうゴルナイで守ります。一旦普通のゴルでね。これマジで単純に多分相性が良くて、今回に限ってはね、もうゴルゴルナイ組むだけでなんとかなんのよ、これマジで。相手鬼きついんだよね。でワンチャンの、そう、檻が出てくるんでね、タワーとは巻き込まないライトニングですね。まあこれで一旦折れたので、あとは僕は守ればいいっていう。まあ最悪トルネ使ってもいいんだけど、まあそこまでする必要もねえか。よいしょ。まあ真ん中ゴルとか行きたいですけど、まあ確実にね、ゴレゴル内で。これ走らせる必要あんのかな。なんならゆっくり行ってユニット貯めたいみたいな、こともすごい思うんだけど、いやこれさ、走らせたら守れそうだな。いや、守れない。いや待って、守れないとはね、ちょっとやばいんだよね。うん、まあでもこのアチャクエが残ってるとね、相手きついよ。どうしようかな。なんか暇になっちゃったな。端前これ俺の負け筋、真ん中アチャクエぐらいだけど、トルネで最後引っ張ります。うん、真ん中アチャクエだけ引っ張ります。こんにちは。真ん中アチャクエ来ないですね。思った通りにはならんもんや。さあまあ走ってグッドゲームと。まあまあまあ、ゴルナイ強いし、ちょっとゴルナイのダッシュね、やりたいな、もう一回。なんか決まるとちょっとおもろいっていうね。ただそれだけ。ただちょっとおもろいだけっていう。なんか他にないのかな。ね、ムートギャング。まあ、ムート達成。達成のギャングか。ムートギャングで、ムートめっちゃ押すやつ。スケバレバルーンで加速バルーン。なんかね、ちょっと前にあったのが、プリンスとかダクプリを、なんだったっけ？プリンスとかダクプリをね、やべえ。ゴブドリのさ、潜ってる、なんか潜って押すみたいな。なんかそんなのがあった気がするんだよね。ぐらいかな。意外といねえのか。まあ、足速いユニットっていうのが結構限られんのかな。さあ、ロケットか。珍しいな。しかも、バルキリーだがんな。デッキちょっとわかんないけど。もうゴルナイ使っちゃったらゴレゴルナイできないんだよね、今。でもまあ、さすがにアド的にさ、まあ、やるよね、ゴレ展開。うん。他なんか速いユニットあればな。ルート矯正とかね、ありますけど。そういうので別に押すっていう、加速っていう、これトレンドで下げます。いや結構ね、トルネメタですよ、このアチャクイにね。これロケ咲いたからな。いやうまいな、それワンチャン。これトルネで金ギド狙ってんな。高めバルキリー来るようでダッシュさせなかったんだけど、来なかった。さあこれはまあ間バルキリー入れてくるだろう、入れてくると思うんですけど、まあもうちょっとダメージ欲しかったかな。さあまあ意外とこんだけ入ってくれたら十分っちゃ十分ですね。まあアチャクイが厄介かな。まあでもアチャクイライト打てばいいかな。でもアチャクイライト打つとテスラとかクロスがね、厄介だよねっていう話なんで、まあしっかり檻とかから入っていこうか。うん、まあ相手は端マアチャクイだけで攻めてきそうだけどね。ああ、そうだね。よいしょ。で、まあ、トルネで下げるのも読まれてるとめんどいかな、これ。ああ、読まれてるっすね。スキル使ってこないっすね。うん、うん、うん。さあ、そうっすね。もうクロス、多分一回も通そうとしてこないっすよ。俺、これさ、結構美味しいライトじゃね。ね。まあ、トルネで、おしゃれクロスっすね。一旦耐えて。
わあ、着衣が厄介だね。着衣がちょっと高めでロケ警戒ですね。ワンチャンこれさ一気にできねえかな。オッケー、いやー暑い範囲でロケだったんだね。マジ、しかも今んとこすげえうめえ、マジでうめえ。まあこれは行ってもいい気がして、トレネで剥がされる。いや、トレネがねえのかこの人。ありました。トレネ下げるで、ロケだね。ちょっとダメージやだ。いやー、ワンチャンあるよマジで。めっちゃいい試合してる。いやー、これ走ったらさ、歩くね。忘れてた、ゴルネイの存在忘れてた。いやー、これもう行くでしょ、行くでしょあなた。よし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 、オッケー。やぶねー、相手バカうまかったよな。怖かったわー。まあでもゴルネイがねバカモンでした。ちょっと一回しかまだ押せてないんで押したいっすね。はい。あ、これでも手札的に熱いですね。ゴルナイからのゴレで押すことができそう。どうしようかな。一旦降りから入るか。いや、どうだろうな。一旦は、あー、これもうマジで、ダメだ。こんなことしてると押せなくなるんだよ。いや、これさ、押すこれで。いや、待って、押すことしかさ、たまんないから、一旦押したい。マジで。押そう。押したことによって大ダメージが入るかとか、簡単に守られるかもとか、そういうのは別として、押そう。一旦。あ、これバルーンかな？いや、バルキリーマスケディが迫撃かな？まあ、迫撃かワンチャン、ああ、そうっすね。迫撃か。よいしょ。さあ、まあ、迫撃にはゴルネがすごい刺さりそう。で、ここもね、これなんかだんだんゴルナイつけるだけでみたいなとこないかな。ああ、一旦落ち着くか。まあ、迫撃ディガーか。これライトニングって言えばワンチャン事故るみたいなないかな。一旦ね。いや、これゴルナイからのこれやるタイミングでいいな。これえぐいっすよ、今。7アドぐらい取ってますよ。まあでもこれで、まあ言って3アドぐらいになるのか。はいはいはい。アドはすげえ取ってますね。男の許容で。はい。なんとも微妙な許容だったかもしれないな。まあでもエリアード取ればみたいなとこありますからね、結局。逆行こうかなこれ。ゴルナイゴルク見たいんだよね。これいけるかな、ゴルナイ。これワンチャンある、ワンチャンあるよな。ちょっと押そうぜ、押そうぜ、押そうぜ。押して、一旦押そう、一旦押して、ゴレをね、相手の陣地に早く送る。特に理由はない。押します。一旦押そう。あ、これなんか、マスケ飛べば熱いけどな。いや、マスケ飛ばねえんだな。うん、まあまあ。無理しない程度でね。さあ、ゴレ展開。コウモリからの、これでも迫撃使ったらさ、俺守ったら多分勝ちじゃねっていう説がある。だから止まんないっすよね、相手止まんのか。止まりそうだな。いや、でもこれタゲがベビに行ってさ、逆にめっちゃいいみたいなとこない？さあ、爆破が入る。ダメージトントンですね。相手うまいっすよね、マジ。よいしょ。まあ、ベビドラ使いたくなかったけどな。これさ、もうゴレで端前行っちゃえばいいんじゃない？そんな雑はやばいかな。だって、反撃でライトニングってさ、説ない。これでちょっとくらい入るやろ、ダメージ。届いてくれりゃ。パーン！ちょっとだけ入ればいいんよ。もうちょっと入ってくれれば。
そこ県内じゃないのかな。いや県内だよな。よっしゃー、あぶねー、負けそうでしたね。さあグッドゲーム。まあ、あのゴルナイでゴレを押せると、めっちゃいい要素はあんまなかったんですけど、ちょっとおもろかったっすね。というわけで、今日はゴルナイでゴレちょっと押してみたんですけど、どうだったでしょうか。まあ、めっちゃ強い戦術かって言われると別にそうでもないんですけど、まあ、意外とデッキによってはされたらすごい嫌なのかなっていう。まあ、知っといて別に損があるわけではないので、まあ、なんか場面によって使えそうだったら使ってみてください。ということで、よければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。